現在、世界最高の星空戦闘機とも称されているのが、アメリカ空軍の F-2 にラプター同期を代替する NGAD が、ついに、開発企業の選定開始との情報をキャッチしました。今回は、この時期 NGAD が、どの企業が選定されるのか、詳しく見ていきますね。世界最強の戦闘機に。2023年5月18日、ついに、アメリカ空軍が、NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスに関し、その開発を担当する企業を決定するため、システム開発でいうところの要件定義を関連する、軍需企業に通知したという。NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスとは、アメリカ空軍が進めている、次世代戦闘機計画のことで、今回の件の内容も、当然最高レベルの機密扱いであり、いかなる使用上の要求が盛り込まれているのかも、定かではない。ただし、航空機関連で、戦闘機の生産を担い得る企業は、今や、アメリカといえども3社に限られており、ロッキード・マーチン社、ボーイング社、ノースロップ・グラマン社のいずれかから、選定されることになるのは明白だ。ロッキード・マーチン社は、今回の NGAD、ニュージェネレーション・エアードミナンスによって、直接の代替対象機となる F-2 にラプターを、世界初の量産型の、いわゆる第5世代戦闘機として開発したことで有名だ。その後も、ロッキード・マーチン社は、続けて、同様の第5世代戦闘機として、F-35 ライトニング2の開発を行い、日本をはじめとする、西側諸国が、現時点で、唯一、入手可能な第5世代機として、その市場を事実上独占している。NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスは、これら第5世代戦闘機である、F-2 にラプターや F-35 ライトニング2を超える次の世代を志向していることが、そのプロジェクト名の語彙からも伺える。ロッキード・マーチン社が、F-2 にラプターや F-35 ライトニング2で築いた第5世代戦闘機以降の戦闘機開発の能力については、ボーイング社、ノースロップ・グラマン社に対し、未だ、大きな優位性を保持しているとの見方が強い。ボーイング社は、旧マクドネル・ダグラス社を、1997年に吸収、合併しているため、そこから引き継ぐ形で、F-15 イーグルや F、A-18E、F、スーパーホーネット、AV-8B ハリアー II をアメリカ軍に供給しているが、第5世代戦闘機の実績はない。ノースロップ・グラマン社は、勝手は、アメリカ海軍の航空母艦艦載用の主力戦闘機、F-14 トムキャットを開発した歴史を持つが、近年では、ステルス戦略爆撃機の B-2 スピリットや、その後継の B-21 レーダーが著名だ。また、ノースロップ・グラマン社は、ライアン・エアロノーティカル社を買収して、傘下に収めたことで、その製品であった無人航空機の RQ-4 グローバルホークを用し、こちらは、日本でも、2022年から、青森県の航空自衛隊、三沢基地への配備が始まっている。NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスの事業者選定において、こうしたロッキード・マーチン社、ボーイング社、ノースロップ・グラマン社の直近での実績を見ても、ロッキード・マーチン社の牙城は、硬いように見える。ただし、そのロッキード・マーチン社にせよ、同社が、いわゆる第5世代戦闘機開発において、F-2 にラプターを生み出したことが、今の地位に軽眼には、明らかとはいえ、同期は、必ずしも、商業的に、成功を収めた機体ではなかった。旧ソ連が、まだ存在していた冷戦時代の末期に、開発計画が開始された F-2 にラプターは、本来であれば、アメリカ空軍は、750機という、大量の調達を計画していたが、最終的には、200機弱という、大幅に削減された数量で、生産を終えた。これは、
1991年に旧ソ連が自然崩壊したことにより、アメリカにおいても軍備の必要性が薄れ、軍事予算の大幅な削減が断行されたためで、同様な理由でノースロップ・グラマン社の戦略爆撃機の B2 スピリットもわずか21機の生産に止まった経緯がある。2023年現在は、昨年2022年2月に発生したロシアによるウクライナへの侵攻の余波で、再び西側諸国の大多数が軍事費の拡大路線に転換しつつあるが、この傾向が NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスにもどのような影響を及ぼすのかも注目される。日本ではイギリス、イタリアとの3カ国で GCAP、グローバルコンバットエアープログラムを行うことを2022年末に正式に表明したが、アメリカ企業との協業ではなく、この路線にシフトしたのは、開発時期のズレが大きかったと言われている。GCAP、グローバルコンバットエアープログラムを通して、日本は、既存の F2 戦闘機、イギリスやイタリアは、ユーロファイタータイフーンを代替する機体を獲得する予定だが、その実戦配備は2035年頃を目途としている。引き換えアメリカ空軍の NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスは、正確な時期の予想は困難ながら2040年代ではないかという意見も見られたが、現時点では2030年代の配備が有力との見方も強まっている。これが事実であれば、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムが確定した時点で考えられていた時期よりも、明らかに前倒しになっているようにも感じられ、先の開発時期のズレという理屈が微妙になる気もする。それを考慮すれば、アメリカ側が、日本の次世代戦闘機開発は、いわゆる第5世代戦闘機の域を出ず、自らが、志向している NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスが目指す機体とは、コンセプトの落差が大きいと判断したとの説も説得力を増すだろう。そもそも、何をもって第6世代戦闘機と呼ぶかという定義からして定まっておらず、生産された機体を後追いで分類するのみとは分かっていながら、アメリカ側がどの点をそのように判断しているのかは非常に気がかりではある。さて、アメリカ空軍が NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスをめぐって、これまで、どのような動きがあったのか、少し振り返ってみると、同軍の幹部が、これに関するコメントで注目を集めたのは、2020年9月まで遡る。その当時、アメリカ空軍の空軍次官補を務めていた、ウィル・ローパー氏は、何の前触れもなく NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスの実証未見機は、すでに初飛行を終えていると発言し、世界を驚かせた。しかし、その実証実験機の実際の映像や関連する資料が公開されたわけでもなく、当然重要な軍の機密事項に該当する内容とはいえ、口頭のみで、アメリカ空軍の高官が、そうした内容をコメントすること自体に、多少の違和感を個人的には感じた。ついで、翌2021年6月には、アメリカ空軍の大将にして、参謀総長のチャールズ・ブラウン氏が、広大な戦域が想定されるインド太平洋に向けては NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスの機体は、F2 にラプターより大型化すると述べた。これは、現行の F2 にラプターよりも、機体を大型化することで、積載可能な燃料や兵装量を増加させ、作戦行動半径を拡大させるものと解釈され、空中給油機に依存せずとも、任務を遂行可能な機体を想定していることを伺わせた。さらに、この発言の行われた場に同席していた、
アメリカ空軍の大将にして ACC 航空戦闘コマンド司令官のマーク・ケリー氏は、インド太平洋向けの機体と、そこまでの行動半径を必要としない機体の2機種が準備させる可能性を示唆した。そして、2022年6月、アメリカ空軍の長官であるフランク・ケンドール氏は、EMD、エンジニアリング・マニファクチャリング&デベロップメントの段階に、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスは入ったと述べている。これは、開発における段階の一つであり、設計図面から、実際の機体を製造して、技術的上で必要なテストを行うことを指しており、すでに、水面下では、この時点で、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの製造企業が絞られている、感もあった。おおむね、EMD、エンジニアリング・マニファクチャリング&デベロップメントの開始から IOC 初期作戦能力の獲得までは7年前後が見込まれるため、その尺度で見れば2030年より前に NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスが完成する可能性もある。